リナです。学生です。今日はここら辺までバッサリ切ります。学業の方が忙しくなってきたので今日は髪を切ろうと思ってきました。今まではずっとお母さんに切ってもらってました。しばらくショートを楽しみたいと思います。